今こんなふうにいろんなところで歌を歌わせていただいています。そんな中で一番私は伝えたいメッセージっていうのが、いてくれてありがとうっていうメッセージなんです。聖書に、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そんな言葉があるんです。これは神様が私たちに言ってくださっている言葉なんですね。何かができるからありがとうじゃなくて、何か役に立つからあなたが必要だよじゃなくて、あなたがいてくれるから嬉しいんです。あなたがいてくれてありがとう。神様がそう言ってくださるように、私も私の周りの皆さんに、今こうしてここにおられる一人一人、もう本当に初めましてという方ばかりなんですけれども、でも本当にいてくれてありがとうございますと、そんな思いを込めて最後の曲です。いてくれてありがとう。私たちはいつも知らない。